秋元湖は、福島県山郡北塩原村及び道郡、稲葉城町にまたがる湖である。ひばる湖、小野川湖と共に、裏磐台山湖を形成する。通称裏磐台と呼ばれる、この地域は、明治時代までは、ひばる村などの集落が存在しており、湖は存在していなかった。1888年、南方にある盆台山が突如噴火し、 大規模な水蒸気爆発に伴って中央部の山腹が崩壊を起こしヒ原村方面に大量の土砂が流下、さらに泥流も発生して集落は全滅する被害を受けた。この際に長瀬川や小野川など、裏番台地域を流れる河川が山体崩壊や泥流によって、方々でせき止められ、ヒ原ル湖や小野川湖、五色沼といった大小様々なせき止め湖が形成されるに至った。 秋元湖は、大倉川や中津川がせき止められて誕生した。裏磐台山湖の中では、水深が最も深く、面積は、ひばる湖に次いで大きい。秋元湖の湖水は長瀬川として流出し、下流部で三角州を形成して、稲わし湖に注ぐ。さらに、稲わし湖から日橋川を経て、北方市において阿賀川へ合流する。こうしたことから、秋元湖は、河川法上では、 阿賀野川水系に属し、福島県が河川管理者として管理を行う一級河川である。浦磐台山湖の一つ秋、元子他に、東小富士稲わしことを望む2007年8月26日撮影秋、元子は、ひばる湖や小野川湖、五色沼などとともに磐代朝日国立公園に指定されており、 ア津地方の一大観光地として多くの観光客が訪れる。特に紅葉の時期には鮮やかな景色を湖面に映し出す。このため裏番台3湖に向かう国道459号は渋滞が激しくなるので要注意。また、秋元湖は日の出の写真を撮影するスポットとしても知られており、朝方には多くの写真愛好家が陽光を撮影する風景も見られる。 秋元湖ではボートを利用することが可能である。レンタルボートは時間制で借りることができる。釣りのスポットでもあるが、近年では、国地バスが外来魚として増加傾向にあり、バスフィッシング愛好家が多く訪れる一方で、地元の漁業共同組合などでは、水生昆虫や在来魚への被害を懸念しており、対策に頭を悩ませている。 小岩には秋元湖畔サイクリングロードも整備されており、時間があれば、中津川上流の中津川渓谷へ足を伸ばすことができる。秋元湖キャンプ場などのキャンプ施設や宿泊施設も揃っており、アウトドアスポットとなっている。秋元湖へは、車では、万越自動車道、稲わしろ万代工芸インターチェンジより、国道115号経由で国道459号に入り、 五色沼入口交差点を右折して、秋元湖方面へ直進する。安達太良山方面からは、国道115号より、高森交差点を右折、福島県道70号、福島東浦、ま裏、磐梯線を直進すると、磐梯東レイクラインに入る。ここからは、秋元湖上流部を望むことができる。公共交通機関では、JR 東日本磐越西線、稲わしろ駅、 または、北方駅より、磐大島とバスの裏磐イ方面行きに乗車して、秋元湖入口で下車、その後徒歩となる。秋元湖秋元湖は前述の通り磐イ山の噴火によって形成された関留湖であり、天然湖である。だが、現在はダムが設けられており、人造湖としての側面も見せている。秋元湖が属する阿賀野川水系は、水量が豊富でしかも急流であることから、 絶好の水力発電開発地点として注目されていた。1889年朝阪疎水を利用した沼上発電所が運転を開始し、阿賀野川水系の水力発電事業はスタートした。大正時代に入ると、稲葉城水力電気株式会社が稲葉城小屋や東側を利用した水力発電開発に本格的に参入、1914年に、 当時東日本最大級の水力発電所である、稲葉城第一発電所を建設、稲葉城東京間、約 200km の長距離高圧送電に、成功した。その後稲葉城第二、稲葉城第三、第四の各発電所が建設され、稲葉城湖、非、橋川流域の電源開発が進行した。裏番台3湖の豊富な水量が注目されたのは1923年の、 ことであり、以後、小野川湖及び、秋元湖の水力発電開発が計画された。すなわち1937年には、小野川発電所が、秋元湖畔に建設され、小野川湖よりトンネルを通じて、取水を行い認可出力3万4 2 0 0ットの発電を開始した。その後、秋元湖の開発にも着手したが、折から、戦時国家統制の動きが進み、 電力管理法が1939年に施行、日本発送電が既存の電力会社を半ば、強制的に吸収合併した。以後日本発送電によって発電所の工事は進められ、秋元発電所が1940年に完成した。この鞘木元子は有効な発電容量を確保するため、アースダムを建設して、貯水量を増加させた。ここにおいて、 秋元湖はダム化され、秋元発電所は認可出力10万7 5 0 0ットと当時阿賀野川水系では最大級の出力を誇った。戦後日本発送電は過度経済力集中排除法の対象となり、最終的に1951年に電力事業再返例によって全国旧電力会社へ分割された。稲わしろ湖周辺の水力発電所は、 東京電力にすべて移管されて、現在に至る。秋元湖の水調節については、東京電力が福島県の委託を受けていっていた。ところが1989年8月、裏番台一帯を集中豪雨が襲った。この時秋元湖をはじめ小野川湖、ひばる湖は異常増水をきたし、流域に多大な被害を及ぼした。秋元湖は、 ダム中央部に排水基調を設けており、余剰な湖水を放流していたが、この豪雨の際には放流機能を大きく上回る流入量を記録しており、有効な水量調節が不可能となっていた。このため水利使用規則を超える放流を余儀なくされ、大幅に増水した長瀬川が氾濫し、流域に被害をもたらす結果となった。事態を重視した河川管理者の福島県は、 裏ダイ3個の治水対策に取り掛かった。付近一帯は番台朝日国立公園内にあり、自然環境の保護という観点から、堤防の建設や護岸工事は不可能であった。このためヒバル湖、小野川湖、秋元湖に洪水調節容量を持たせるためダムを建設して、容量を確保し、合わせて長瀬川の正常な流量維持を図る不特定利水と発電を目的とした。 多目的ダムとして、裏番台3湖の河川総合開発事業を1997年より着手した。自然湖をダム化して、地水や利水に利用するのは、全国でも実施されているが、特に代表的なものとして、国土交通省直轄では、琵琶湖と瀬田川荒井関、霞ヶ浦と日立川水門があり、県営事業では、中禅寺湖と中禅寺ダム、横湖と横湖ダムがある。 福島県では、稲葉城湖と十六強水門でも行われている。ひばる湖には高さ3.4メートルの重力式、コンクリートダム、小野川湖には高さ4.9メートルのフィルダムを建設し、秋元湖は季節のアースダムに加え砂岩に非常用洪水吐き5門を備える重力式、コンクリートダムを新設し、コンバインダムとした。このように天然の故障に、ダムや、 石、水門を建設して、地水や離水に利用する、天然故障を専門的には、故障水位調整施設と呼ぶ。天然故障ではあるものの河川関連法規的には、ダムとみなされる。いずれも高さ15メートル以下であるため河川法上では、石となるが、この多目的ダム化によって、秋元湖をはじめ浦番台3湖は長瀬川流域の地水と、 水力発電に寄与する存在となった。1999年に事業は完成し、従来東京電力に委託していた水調節は湖を管理する福島県北方建設事務所が直接実施している。ありがとうございます。